はい、おこんばんちは、うがでございます。さて、今回やっていくのは、実況パワフルプロ野球2000開幕版です。ドン。なんというか、はい、ロード。とりあえず、ロケハンはある程度済まして、今回サクセスやっていきたいと思います。相変わらず、もう、やっていきたいと思います。さあ、今回、プロ2軍編ということで、とりあえず、設定だけはね、ロケハンで済ましたので、ちょっと、初見プレイということでやっていきたいと思います。始める。はい、ファイル1。はい、なるほどね。はい、というわけでやっていきたいと思います。名前は、で、多分開けといて、で、か、はい、うかです。終了。うかと申します。で、好きなチーム、ヤクルト。で、捕手。で、それでマニュアルでいきます。僕は右投げ、右打ちでございます。どうしようかな、これ。一応、じゃあ、大卒で。で、どうしようかな。スタンダード、クラッチング。一応、俺的にはスタンダード的な感じなんで、で、顔はこれです。これでいいですか？はい、ドン。最初からもうプロに入ってるってことなんだろうね、多分。なんだろうな。この物語のフィクションです。登場する人物、団体などは、実際ものとは一切関係ありません。だそうです。俺の名前は、ウカ。子供の頃からプロ野球選手になりたくて、いつもボールばかり追いかけていた。高校、そして大学へと進んでも、やっぱり野球が全てだった。そうね。楽しかった時間は瞬く間に過ぎ去り、共に野球を愛した仲間たちもみんなそれぞれの道を進もうとしていた。しかし俺だけは小さな頃からの夢を目指し、ドラフトの身を委ねたんだ。プロで活躍する自分の姿を夢見て。そしてドラフトの日、俺は電話の前でただ祈り続けた。奇跡が起こった。俺はドラフトで選ばれたんだ。あ、もう選ばれたんだね。だが夢は叶ったわけじゃない。俺はたくさんのファンの歓声の中、思いっきり自分のプレーをしたいんだ。こうして俺はヤクルトスワローズでプロとしてのスタートラインに立った。テクテクテクと。今からプロ野球選手だというのに、いきなり寮の場所がわからないぞ。参ったな。今からプロで野球をするでやんす。夢が叶ったでやんす。このやべ野球を最高に幸せでやんす。この幸せを誰かに分けてあげたいでやんす。ドーン。なんか必ずヤギペ君とはぶつかる運命なんだろうな。うぎゃ、痛いでやんす。どこ見てるでやんすか。あ、ごめんなさい。あ、俺じゃないんだ。あ、誰だこれ。大丈夫ですか。かわいいでやんす。ほわほわじゃねえよ。大丈夫でやんす。ピンピンしてるでやんす。よかった。それじゃあ失礼します。あ、なんか女の子かな。ついにオラにも春が来たでやんす。あの子ゲイチューでやんす。あ、あれや矢部くんじゃないか。知り合いなんだ。おー、矢部くん。誰でやんすか。おいらは忙しいでやんす。さっきのあの子追いかけるでやんす。それどころじゃねえ。ダカダカダカ。俺のこと忘れてる。この前入団発表だったはずなのに。まあお互いドラフト会でパッとしなかったし、覚えてないのは無理ないか。真ん中にいるのこれ碇くん。あ、碇くんだな。そういえばあの時目立ってたのは1指名で入団した碇くんぐらいだったもんな。気を取り直して寮を探すか。テクテク。あ、寮到着じゃないですか。ふう、ようやく寮に着いたぞ。今日からここでお世話になるんだ。おはようでおはようございますディアンス。おはよう。あ、さっきはすまなかったディアンス。おいら急いだんでつい。いいよいいよ。これから寮も一緒なんだし、よろしく頼むよ。こちらこそよろしくディアンス。頑張って自分に行こうディアンス。なるほど、いいじゃない。一軍か。お、ヤクルトの服いいね。よし頑張るぞ。この色懐かしいな。なんか言う昔。あ、皆さんようこそヤクルトスワローズへ。皆さんはこれから我が球団で活躍していかれるわけですが、球団方針としてのキーワードを発表いたします。それはファンサービスであります。プロである以上、ファンを大事にする心がなくてはなりません。ファンをないがしろにするような選手は我が球団には必要ありません。皆さんがプロとして行動されることを期待しています。おお前ら、わしは二軍監督の増田というもんじゃ。長い付き合いになるかどうかお前ら次第じゃがな。いいか、プロというものは日々の積み重ねの上に成り立っておる。それは忘れるな。はい、ということで、そうだよね。よし、とりあえずコーチの紹介しておこうかの。まずは2軍総合コーチの、は、ひょ、ん？はま、ひょ、ひょうだ？誰これ、ん？君たちは2軍とはいえ、ファンを大切にすることを忘れないでもらいたい。襟付きが大谷バッティングコーチ。ボールをよく見て叩きつけろ。そうすれば道は開かれる。お前らが直接世話になるのはこいつらじゃ。日の当たる場所へ出られるかどうかお前ら次第じゃ。期待してるぞ。よし、頑張るぞ。ゴールは一軍に行くことなんでしょうね。まあ、頑張っていきたいと思います。どうしようかな。え、
病院行くってことは、なんかちょっと待って。なんかあんのか、どれ、ちょっと待って。自分で、なに風邪、なんでこう、俺は、よくこう、必ず、なんかあるんですかね、こういう、病気的なものが。いや、ちょっと治すか、風邪治してからでしょ。結構意外と嫌だったりする。治るかな。次の方どうぞ。よろしくお願いします。ジレ500円。あ、500円払うよ。500円で治るんなら、よろしくお願いします。ダメなのかよ、治らなかった。もうオープン戦始まってるな。誰か出てるのかな。よ、俺は酒井だ。よろしくな。わからんことは何でも聞いてくれ。よろしくお願いします。あ、堅苦しいことは抜き抜き。プロといえば同じ球団の仲間だ。まあ、よろしくやろうや。あ、いい人なんだね。どうも、僕は菊田と言います。それだけはーい。テンポが。疲れた。疲れん、たまるのかよ。ちょっと直そう。はい、風直して、風。もう、多分1000円払うからね、1000円。1000円目で。お願いしますよ。あれ、なんでだー、なんでお前。え、先輩に会ったら挨拶じゃねえの。あ、すいません。へ、おい、行くぞ。はい。なに、どうしたのか。あ、酒井さん。はは、伊沢だな。まあ、先輩だからって遠慮することはない。そうそう、あいつはお前と同じキャッチャーだ。盗めるものは盗んでいけよ。はい。ああ、そう。ああいう、なんか、ああ、そう。キャッチャーもいるんだね。かついね。お願いします。もう直して。お願いします。いやー、治った。よかったぜ。風が治った。あ、メリットがね。どうしようかな。じゃあ、ちょっととりあえず、体力。それ、トコのチョコだなってやつ。あった。いただきます。あ、いいじゃん。チョコは結構回復さ、あの、効果があるんですね。あ、結構金、溜まったな。今日からイースタンリーグが開幕する。将来向けてのステップ、大事なリーグ戦じゃ。実力をしっかりつけてチャンスを勝ち取っていくんじゃ。それでは今月のメンバー発表じゃ。選ばれるかな。以上がスタメンじゃ。次、メンジ入り。以上、まあ、それはだってずっと俺、うん、病院通ってたから、それは無理だ。なるほどね。うん、じゃあちょっと、早速練習始めましょうか。どうしようかな。どうしよう。とりあえず、ちょっとね、全部 F にしたいんで、肩とかだな。どうしよう。キャッチボールかな、安定の。忘れた。チームメイト、総合コーチが、歌声のように聞こえるぞ。お兄ちゃん、プロ野球選手なの？うわ。ねえ、プロなの？一応そうだけど、頼りない返事で、バシ、ん？見えなかった今。頼りない、もっとちゃんとしなさい。バシ、いけ！ねえねえ、うちの弟プロになれると思うんだけど、ちょっと見てもらえない？なんだこの子いきなり。あ、私、のりこ。で、この子が、お姉ちゃん、やめようよ。僕、嫌だよ。なんだその、何言ってるの、大地。いい、あんたは100年に1人の天才、プロで輝く星になるの。こんなとこで弱音吐いてどうするの。こういうお姉ちゃんいるんだよね、病気。嫌なもん嫌なんだい、うわー。あ、ちょっと待ちなさい、大地。なんもねえじゃねえか。あ、なんだ。はい、ゆかです。うかかい。あ、ばあちゃん。あ、ばあちゃん。そっちで元気やってるかい。あんたも一人前の野球選手になったんだから、人様に迷惑をかけないようにするんだよ。それから困ったことあったりしても電話しておいて。さすがばあちゃん、ありがとう。うん、わかった。つってばあちゃん、ありがとう。やっぱ皆さんおばあちゃん大事にしようね、おじいちゃんは。ぜひ。ちょっとファンサービスしようか、とりあえず。よいしょ。ファンサービスするぞ。どうしようかな。じゃあ、野球教室。俺野球教室やる。子供たちに野球、そう、子供たちに夢を。あ、これってファンの人数増えたりするんだね。今日の試合頑張れ。どうなるか。負けてしまった。ああ、なるほどね。別になんだろう、負けたら即終わりとかそういうわけじゃないんで、二軍なんでね。まあ、ということでね、こういう感じでやっていきたいと思います。そうね、とりあえずまあ、ファンサービスもそこそこ、練習もそこそこという感じでやっていきたいと思います。それじゃあ、次、行こうか。それじゃあ皆さん、見てね。ほいじゃあねー。